冬のジャンプ台大倉山ジャンプ競技場は札幌市中央区にあるスキージャンプの競技場宮の森ジャンプ競技場とともにナショナルトレーニングセンター競技別強化拠点施設になっている1923年に三角山に建設された国内初の固定スキージャンプ台シルバーシャンツェを皮切りに以後三角山では4年間で3機の ジャンプ台が建設されジャンプ競技の中心地として用いられたが、1928年のサンモリッツオリンピックでの60メートル級の飛距離に対して三角山のジャンプ台が30メートル級に留まっており、世界の潮流から遅れた状況にあった。同年に秩父の宮洋人志新能が来日した際に将来の冬季五輪開催を見据え、札幌に 国際級の大型ジャンプ台を作る必要性を王の聖七らに訴え、大倉岸士郎が取材を投じて建設計画を進めることとなり、翌年にはノルウェーからジャンプ台作りの第一人車であるオラフ・ヘルセットチューイラが来殺し、当時は無名の山に60メートル級のジャンプ台を作ることを決めた。1931年に、 大倉土木が4ヶ月間をかけ建設し10月にジャンプ台は完成し、ヘルセット中尉たちを招聘して建設費をまかない、札幌市に寄贈した大倉騎士治郎の行為に報いるため、大倉シャンツェと命名した。なお、無名の山に、大倉山と名付けられると、大倉山シャンツェと呼ばれるようになった。1972年の 札幌オリンピックスキージャンプ競技が開催された場所であり、現在でもサマージャンプやナイタージャンプが可能な設備を整えており、国内大会や国際大会を数多く開催している。ジャンプ台とその周辺は観光地になっており、標高307メートルの展望ラウンジからは、札幌の市街地や石狩平野、石狩湾を一望することができるほか、ジャンプ台の前には、 札幌ウィンタースポーツミュージアム大倉山クリスタルハウスがある。公式キャラクターとしてエゾモモンがオモデルとしたクライアンが誕生している。年表、ありがとうございます。